どうも、作詞専門コンサルタントのひろいです。今回はですね、現代という時代ならではのリスナーのリサーチ方法についてお話をしていきたいと思います。リサーチという言葉を聞くとですね、まるで企業の専門用語のように聞こえてしまって、音楽には全く関係ないと思ってしまう方もいるかもしれませんけれども、実はこのリサーチというものがですね、音楽にもとても密接していることなんですね。リサーチというのはそもそもですね、お客様を知るために必要な、作業、行動なんですね。確かに音楽というものはですね、自由に創作するものであって、ただ作って演奏するだけであるんだったら、自己満足で済む問題ですから、リサーチというのは特にする必要はないということになってしまうんですけれども、ただあなたが誰かのためにあなたが作る音楽を聴いてもらいたいと思ってるんであれば、聴いてくれる相手、お客様イコールリスナーをもっと知っていかなければいけないわけですね。そこで今回はですね、今という時代だからこそやりやすいリスナー層のリサーチ方法についてあなただけにお話をしていきたいと思います。どんな風にリサーチをするかという話なんですけれども、そもそもですね、リスナーがどんな音楽が好きで、どんな歌詞に心を反応させているのか知りたいのはズバリここなんですよね。作詞をしている側の人間としてはですね。で、これっていうのは、じゃあ例えばオリコンチャートありますよね。そういったものを見て売り上げなどのランキング上位を見れば一目瞭然というほど簡単にいくわけではなく、あくまで数字ですからね。売上ランキングなんていったものは、売れた数字の結果を、情報として配信しているだけですから、確かに一つのその世間が反応している流行というか流れの目安にはなるんですけれども、あくまでもこれだけでは数字でしかないわけですね。この数字だけで反応を伺うというのは非常に難しいわけで、実際に僕たちが知りたいのはリスナーのリアルな声なわけですね。このリアルな声を聞くことが、僕たち作り手クリエイター側にとっては最もヒントになる材料なわけですね。じゃあどうやったらそのリスナーのリアルな声というものをリサーチできるのか。一昔前は本当ここら辺が大変だったわけですけれども、今の時代はものすごく簡単にできてしまうんですね。なぜかというとですね、あなたもおそらくすでにもう生活の一部に何かしらはなってると思うんですけれども、例えば YouTube などの動画視聴であったり、 Twitter や Facebook などの SNS の観覧、あるいは投稿ですね、そういったものの何かしらはしてるんじゃないかと思うんですね。で、
こういったものの大抵の内容にはですね、たくさんの人がコメントをしていたりとか、いいねの履歴を残していたりとか、あとは YouTube とかだとグッドとかバッドとか押すところがあると思うんですけれども、そういった反応を何かしら起こす人の方が多くなってるんですね。で、これっていうのはもうつまりそのユーザー一人一人が起こした実際のリアルな反応なわけですから、これをリサーチの材料にまあできるというわけですね。で、さらに掘り下げていくと、例えば音楽関連であるんだったらば、動画だとそうですね、アーティストの名前であるとか楽曲の名前をまあ検索にかけて、そこからヒットしたたくさんの中から、おそらく気になる動画から視聴していくと思うんですね。まあ、正式のものとか、あるいはちょっと違法みたいな流し方をしているものもあるとは思うんですけれども、ライブ映像とか新曲の公開の動画とか探せばいろいろ出てくると思うんですね。で、そういったもの、特にまあ人気のある方であればあるほど、まあ膨大な数が集まりますから、そこにはいろんなユーザーの反応が何かしらの形で履歴としてどん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 追記されて蓄積していきますよね。で、動画自体が削除されない限りはその履歴っていうのは膨大に溜まっていきますから、しかもいつでも確認できる、もうこれをリサーチの材料にできちゃいますよね。で、いろいろまあ見ていくとですね、どんなに有名なアーティストの方であったとしても、どんなに、世間の評価が高い名曲であったとしても、賛否両論の反応をしていたりもします。まあ、これっていうのは結局好き嫌いが人それぞれあるからおのずと分かれてしまうんですけれども、まあこのようにですね、いい反応も悪い反応も全てリスナー層のリサーチの判断材料にすることができるということですね。ということでですね、今回は、今の時代ならではのリスナーのリアルな声のリサーチの仕方についてお話をしてみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、ネット上とはいえですね、世界中の人同士が自由にコミュニケーションを取れる時代になっていますから、それだけこういったその何かしらの反応を起こすということも心の壁がまあ薄くなってというか、やりやすくなってると思うんですね。だからこそいいねであったり、何かしらのコメントであったり、そういった反応をすぐに起こす人が増えているということは、まあ声を聞きやすいということになりますから、これを利用しない手はないんじゃないかなと思って、今回お話ししました。僕も何かしらでそういったいろんなのを見てますからね、実際。で、内容によってはですね、もちろんいいことばかりではなく、まあ心ない反応を残している人もいるとは思うんですけれども、それはそれで捉え方を変えるだけでいいと思います。そんなもう心が傷つくようなね、内容を気にしたところで仕方がないですし、そういったものは、ああこういった意見を言う人が いるんだなと、まあ心をドライにして、まあ冷静に捉えておいて、意見の一つとしてですね、捉えるぐらいにしておいて、冷静に参考にできる意見、感想、反応を注目して分析して、リサーチの材料に生かしていけばいいだけのことなので、ぜひですね、これだけ便利になっている時代ですから、そういったリサーチも、これから大切にして行っていてですね、より、リスナーさんが求める音楽をあなたの手で生み出せるように
していってほしいなと思います。それでは今回のお話は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。